皆さんご無沙汰しております。最近はすっごい忙しくてなかなか動画作る時間がなかったけど、まあ今とりあえず頑張って作ってみようと思ってるんで、ちょっと遅れてる情報というか、当日動画も作ろうかと思ってたけど、忙しくてね、ごめんね。この間の金曜日3月7日、重曹の方にすごい偉いやばい火事があってね、重曹の、阪急駅の西口出て、ですぐ右手に横丁があるよ。いっぱい飲み屋さんとかある横丁なんだけど、そこが、何だっけ、36店舗、もう焼けてしまって、そこはね、私は特にこういい思い出たくさんあるわけではないけど、一回12月知り合いに連れて行ってもらって、お昼飲みしてね、平日の昼とかすごいこうゆっくり楽しく飲める感じなんで行ってしまって、普段留学生が経験しないことかな。だからその面でちょっと特別かなと思って、あとそこの店入って初めてクジラ食べたよ。クジラベーコン、とりあえずいい思い出できて、で結局ね、あんなことになっちゃって、ちょっと悲しいなと思う。ほんでな、昨日が、3月11日で、西日本言おうとした。自分が西日本やから。東日本大震災もあって、自分は、当時、まだフィンランドの方に行ってたんだけど、仕事をしてね。ほんで、急に、同僚が、東京の方に津波があったよって。そうなぁと思って、自分で調べたら、こうショックっていうか、仙台の方やったよな。仙台って。津波が、福島と仙台の方だったかな。で、その同僚に、東京ちゃうでとか言うて。もちろん、大体、知り合い、友達が、ずっと大阪の方やけど、東京横浜とかも知り合いもおるんで、すごい心配だったけど、みんな大丈夫って聞いたらちょっと安心したけど、でもその時はもう日本に行くことを決まってて、例えば銀行行って、特になんかこう、用事があって、で、なんかよくわからないけど、海外行くよって言うたら、じゃあどこに行くんですか？聞かれて、日本に行くんですけれども、言うたら、ってみんなすごい、やっぱこう他人というか、すごいみんな心配で、ちょっと友達も、一応大丈夫なってよく聞かれたけどね、ちゃんと大阪はもうほんまに離れてるから大丈夫だよ、心配せんといて言うたら大体分かってくれる。要はどっかで大変なことがあったとしても別に全国そういうわけでもないし、しょっちゅう起こることではないから、そんなみんな心配しなくていいというか、例えば友人が
海外行って、その国で、なんか、大変なことが起こったら、そんな別に、その、心配にはなるのはなるけど、落ち着いて、ちゃんと調べて、例えば、友人に連絡をして、連絡取れたら、様子を聞いたりとか。でも、そんな、なんかやっぱ、マスコミはね、すごい、やっぱこう、パニックのような記事ばっかり書いて、あれはあんま好きじゃなかった。動画の回り方、また全然わけわからなくなって、仕方ないよ。ほな、またねー。